キシナウはモルドバの首都で同国最大の都市である。キシナウは国土の中央に位置し、市街はドニエストル川のシリュービク川の湾に広がる。キシニョフ、キシニョフ、キシネウといった表記が用いられることもある。人口は64万7513人。同都市は白い石の町の愛称で呼ばれている。その別名は白い石灰岩で作られた。 明るい色の建物がたくさん並んでいることに由来している。約565平方キロメートルの規模であり、市内は5つの地区に分けられている。地勢は大部分は平地で、中世よりドウ栽培が盛んである。また、繊維産業をはじめ電気、機械工業、ゴムやプラスチック製造などが盛んな工業都市としても、機能する一面を持つ。地名はルーマニア語のチャイラと、 ノアに由来する。この泉は今もプーシキン通りにあり、ここから町が形成された。大陸性気候。夏は乾燥してやや暑く、夏季の平均気温は摂氏25度、冬は風が強く寒い。冬季は氷点下になるが、低、摂氏15度以下に下がることは少ない。1436年、総院の集落として創建される。 モルダビア公国の一都市であったが、16世紀にオスマン帝国の支配下に入る。18世紀には、帝政ロシアとオスマン帝国の係争地となり、1739年と1788年にオスマン軍によって焼き払われた。1889年のキシナウ19世紀初頭には7000人のクラス小村であったが、1812年に、 ロシア帝国がここを占領し、1818 18年に併合されて作られたベッサラビア州の中心都市となった後、急激に成長し、1862年の人口は9万2千人。1900年の人口は12万5787人で、そのうちの43%がユダヤ人であった。1873年以降は、ベッサラビア県の県と、 1877年から1878年のロト戦争の際、キシナウはロシア帝国軍の拠点となり、重要な役割を演じた。1834年以降、計画的な都市建設が進められた。町は大きく二つに区分けされ、新市街地では東方教会の大聖堂や外線門などが完成した。1870年に鉄道駅が建設され、 翌1871年にティラスポリとの間の鉄道が開通した。1903年4月には近代ロシアにおける最大級のポグロムであるキシナウポグロムが発生した。50人近くのユダヤ系住民が殺害されたほか、数百人が負傷し、多くのユダヤ系商店、住宅が破壊された。この事件はアメリカ合衆国など各地に報道された。 1917年のロシア革命の後、12月16日に、モルダビア民主共和国の樹立が宣言されるが、キシナウはまだ地方都市程度にしか扱われていない。1918年1月6日にキシナウ駅で、ロシア帝国軍による軍事事件が発生。これを皮切りに、翌2月26日、ルーマニア王国軍がベスタラビア地方へ侵攻。同年4月9日に、 モルダビア共和国が、その存在を法的に追悼させ、キシナウを含むベッサラビア地方がルーマニアに併合された。第二次世界大戦中の1940年6月28日、独ソ不可侵条約の秘密議定書による独ソの勢力圏確定により、ソ連赤軍がキシナウに侵攻。8月2日には、キシナウを首都とする、モルダビアソビエト社会主義共和国の樹立が、 宣言された。また、同年には地震が起こり、市害は大きな被害を受けた。1941年6月22日に、数軸軍のバルバロッサ作戦が開始されると、キシナウは空襲を受けた。その後、ルーマニア軍に占領され、再びルーマニアに併合される。8月18日には、ルーマニアをミハイとヨンアントネスク将軍が、 キシナウを視察に訪れた。1944年8月24日、ソ連軍がヤッシーイコールキシニョフ構成の犯行により、キシナウを再び占領、同省を含む地方地域はモルダビアソビエトへと戻された。第二次世界大戦後、町は急速な復興を遂げた。キシナウにはソ連各地からの移住が奨励され、1944年に2万5000人だった。 人口は1950年には13万4千人となった。1980年代後半、ペレストロイカの影響からソ連の統制力が弱まり、ソ連内の構成国家が独立して行ったことを機に、1991年8月27日に、モルダビアソビエトがソビエト社会主義共和国、モルドバとなり、後にモルドバ共和国として独立。 同日より、同共和国の首都として、現在に至る。キシナウは、現在、商標の一つとして使用されるようになってきている。同国にあるビール醸造企業の f s タンタモルドバ醸造所は、自社で製造した商品に、同都市の名を冠したビール商品である、キシナウビールを市場に送り出しており、同商品は、モルドバ国内において、非常に人気の高い商品となっている。さらに、 モルドバの成果メーカーである、ブキュリア社のキャンディ商品の品揃えの一部には、キシナウのヒルと名付けられた商品が存在する。市議会は国家権力の地方機関となっている。キシナウには35の地域が存在する。キシナウそのものが一つの自治体として成立しており、6つの都市と14の村を含む12のコミューンが設けられている。また、 キシナウ自体は5つの地区に分けられている。2004年の調査では、キシナウの人口は589,204人。民族構成は、キシナウ国際空港、キシナウ駅共和国のすべての自治体並びに、各都市や地区の中心部、さらに多くの村が、鉄道や道路で、キシナウに接続されている。また、国内の各都市中心部だけに止まらず、 ルーマニアウクライナブルガリアベラルーシロシアをはじめとしたヨーロッパ諸国やトルコとも国際道路でつながっている。空港ではキシュナウ国際空港が代表されており、同空港は各所と結ばれている。鉄道ではブカレスト、キエフ、ミンスク、モスクワ、サンクトペテルブルク、オデッサ、サマーラ、バルナへの国際列車がある。ソイドニエストル共和国をめぐる。 政治的問題から、ウクライナ方面の列車はしばしば運休する。基盤となっているのは、隣国ルーマニアの文化だが、旧ソ連時代の前進国である、モルダビアソビエトから受け継いだものがそれと融合する、形で独自の文化を構成している。キシュナウに並ぶ、建築物は、モダニズム建築様式と古典建築様式を重ね合わせて設けられたものが、多い。 モルドバ国立大学をはじめ36の大学と科学アカデミーが存在する。リスカニ地区のパノラマ道と南部の夜景パノラマ。ありがとうございます。